はい、どうもマサラです。ご視聴ありがとうございます。はい、というわけでですね、今日、東京、ついにですね、梅雨が明けましたね。明けたよ、やっと明けましたよ。いや、ほんとね、ほんと7月すごい雨が、多かった気がします。すごい雨ばっかりだったなって思ってて、ほんとにね、まあ、ZV-1 とかの撮影もすごい大変でしたし、なんかもういろいろね、こう、外でなんかいろいろやりたいこととかが何にもできないというか、まあ、YouTube 作る上でね、外で撮影したいみたいな時とか、のもう全然できなくて、本当にね、なんか撮影場所がちょっと限られちゃって、なかなか、苦しい日々をちょっと送っていましたが、やっとね、やっと晴れたんでね、ほんと、嬉しいなと、思ってます。はい、今日なんですけれども、前にですね、なんか Mac の使い方みたいな、動画を出した時にですね、まあ、To-Do リストの、使い方みたいなのを教えてほしいとか、あとはですね、ポッドキャストの方のね、コメントの方で、まあ、日々のタスクってどうやって、こなしてるんですかみたいなことを、の質問がね、いただいたので、今日はですね、僕が、使ってる To-Do リストっていうアプリを僕は使ってるんですけれども、この To-Do リストの紹介と、僕の、To-Do リストの使い方みたいなことを、話していこうかなと思います。はい、で今日の流れなんですけれども、まず最初になんで To-Do リスト使ってんの、他にも、まあ、To-Do アプリいろいろある中でなんで To-Do リストを使っているのかっていうのをまずちょっと最初にお話しさせていただいて、その後僕は To-Do の考え方みたいなことをもう概要ですねっていうのをその後させていただいて、で最後の3つ目ですね、3つ目でやっとその To-Do リストを使ってそのタスクをどういう風に、こなしているのかっていう流れで今日お話しさせていただきます。で僕の To-Do の考え方としては、まあ、思想の根底にあるのはあの GTD ですね、 Getting Things Done っていう、メソッドみたいなものが、まあ、あるんですけれども、その考えがまず僕の、根底に、ありました。でそれすごく有名な本があるんですけれども、まあ、下にね概要欄に書いておくんですけども、すごく有名な本があるんですけれども、そこで、まあ、紹介されてたのがオムニフォーカスっていう、To-Do アプリが、紹介されていて、最初、オムニフォーカスを使ってました。なんですけれども、オムニフォーカスってだんだんその UI が、まあ、古くなってきてて、だんだんちょっと現代の UI にはちょっと合わなくなっちゃったなっていうタイミングが少しあったんですね。その時に僕一回 To-Do リストを使い始めました。でなんですけれども、まあ、To-Do リスト使ってるうちに、まあ、あんまり僕その時にはちょっと使いこなせなくて、でその後ですね、 Things っていうまた To-Do リストがあるんですけれども、 Things3 っていうのがあったんですけど、それがですねすごく Mac に合わさった、なんかすごく洗練された、UI の、To-Do アプリが出て、でそっちにちょっと浮気するんですね。で、まあ、これを使って、まあ、それなりに満足いってたんですけれども、まあ、そのあたりぐらいから、僕ですね、その Windows も使う、Mac も使う、で、Android も使う、iPhone も使うっていうので、マルチプラットフォーム人間にだんだんなってきちゃったんですよ、自分が。でそういった時に、Things 3だと、Mac とか iOS 向けの、アプリなので、いろんなプラットフォームで使うことができませんでした。なので、僕は、To-Do リストに、まあ、戻ってきた。という感じの流れで、To-Do リストを使っています。で、To-Do リストを使ってみて、まあ、3つぐらいちょっとメリットがあるかなと思うんで、その3つ紹介させていただくんですけれども、まず1つ目はですね、さっきも言ったようにマルチプラットフォームで使うことができます。なので、基本的にはもう Mac でも Windows でも使えますし、Chromebook でももう使えることができる、基本的にはブラウザで見れるような、ものになっているので、もうどんなものでも iPhone でも Android でも全部同じ To-Do リストが見れるっていうのが、非常にその点が、いいポイントです。で、あとメリットの2つ目なんですけれども、基本的にキーボードで何でも入力ができるんですよ。マウスに、まあ、手を置く必要がなくて、本当にもうキーボードだけでほぼほぼの、指示ができるような感じになっていて、To-Do を作ることができるので、その To-Do を作る時間が、まあ、圧縮できるっていうのも、まあ、To-Do リストの、すごくいいところです。でいいところの3つ目なんですけれども、基本的には Web アプリに結構近いものなので、いろんな Web サービスと、つなげることができます。なので他の、ソフトだとやっぱり専用のソフトウェアになっちゃってるので、そっちとね連携するのってすごく難しいんですけれども、何かをフックにして反映させるっていうのが、まあ、すごく連携ができるので、他のサービスとのねつながりの良さみたいなところも To-Do リストのすごくいいところです。それですね、ここからまあ第2章というか、僕が考えている To-Do の大きな流れについてちょっとお話しできればなというふうに思っています。はい、で僕なんですけども、 To-Do に関してはカテゴリーを4つに分けて考えています。一つ目がですね、仕事のタスク。
でもう一つが目標っていうところと、三つ目が夢っていうのと、四つ目がインプット、この4つに僕はカテゴリーを分けてます。一つ一つ、説明していこうかなと思っているんですけれども、まず最初の仕事のタスクはですね、すごい分かりやすいですよね。実際僕はただのサラリーマンなので、その中で仕事の中で出てくるようなタスクが入っていたりとか、あと僕はですね副業もしてたりするので、副業の仕事もこちらに入っていたりします。でここの仕事のタスクっていうのは何でもね期限があると思うので、期限をが設定ができるっていうのが特徴かなと思ってます。次に目標なんですけれども、目標がプライベートのねタスクとも言えるんですけれども、例えば僕が書いているものだと YouTube のチャンネル登録1万人っていうのがあるんですけれども、こういうふうなですね、プライベートでやりたいと思っていることのタスクになります。なんですけど、こちらもですね期限が付けられるかなと思ってて、僕はこのトゥードゥを作った時には来年の夏ぐらいに、YouTube のチャンネル登録が1万人超えてることっていう風に、最初目標立てた時にはそういう風に、立ててたんですけれども、こちらもですね、基本的には、期限が決められる、自分が成し遂げたいことみたいなことに、僕は作っています。で3つ目の夢っていうカテゴリーなんですけれども、これは、漠然と何かやりたいなってことを、書くようなところになります。例えば僕の場合だったら、今母がねちょっと入院してるんですけれども、その入院が体調が良くなったら旅行に行きたいなと思ってて、で母と旅行に行くっていうのを、書いていたりします。でこれは母の体調がねいつ良くなるかってことも分かんないですし、あとコロナがねいつ終わるかとかっても分かんないので、期限が設定はまだされてないんですけれども、漠然と、僕がやりたいなと思ってるようなことを、書いていたりします。ここで実際に期限がつけられたら、僕は、目標の方に移動するような、感じで考えています。はい、次の項目がですねインプットになります。でインプットに関しては本当に例えば勉強したいな、この勉強したいな、フロントエンドの勉強しなきゃなとか、また今の映像で言うんだったらこういう映像の勉強したいなとか、もっとカメラ上手くなりたいなみたいなことで、なんかなりたいなみたいな、勉強しなきゃなみたいなインプットだったりとか、この本面白いよっていう風に言われて入っているようなリストだったりとか、そういうのが入っていたりします。なのでですね、この表で言うと、上2つがですね期限があるもので、下の2つっていうのが期限がないものっていうのが大きくカテゴリーとして分けられるかなと思っています。でそしてですね、上の1つだけがですね緊急性が高くて優先度が低いものっていうふうに考えていて、下の3つっていうのが緊急性は低いけれども優先度が高いものっていうふうに、カテゴライズしています。でこの下3つっていうところが自分がどうなりたいかっていうところに関わっているので、優先度が高いっていうふうに、設定しています。でさらにですね、上の1つっていうのが基本的には外的要因から発生しているタスクで、下3つっていうのが内的要因というか、自分の中で立てたタスクになるかなと思っています。こういうふうな分類で僕は一つ一つのねタスクを考えていたりします。僕はこの下3つのなんか自分がやりたいこととか成し遂げたいことみたいなタスクを作る際にはノートに書いてタスクを出しています。でやっぱり書くとですね、やっぱり自分のね、すごくその頭もすごく整理されてるし、書いてる時にまたアイディアをまた浮かんだりとか、あとフォーマットをね決める特に必要がなかったりがするので、やっぱりねすごくねノートに書くっていうのは、そういうような何でしょうね、自分の中の内的なものを出すにはすごくいいなと思ってるので、基本的には紙のノートで、書いてます。でここら辺のですねデイリーのタスクに関してはバレットジャーナルっていう風な、内容でですね僕 YouTube、出してるので、気になる方はねそちらもね見てもらえると、そのデイリーのタスクだったりとか、ウィークリーマンスリーでの、タスクのレビューみたいなものをどう考えていったらいいのかっていうのは、そういう風な動画も出してるんでね、ぜひぜひそっちもちょっと見てもらえればなと思ってます。はい、で1日の流れなんですけれども、まずはトゥードゥイストを眺めて、この中でね優先しなきゃいけないタスクっていうのを決めて、バレットジャーナルに、落としていく、このノートにね、書いていって、自分の中でこれが本当にやらなきゃいけないのかなってことを考えながら、トゥードゥリストを、この紙でまず最初に作ります。でこの時のポイントとしてはですね、6つに今していて、4つが、仕事のタスクにして、2つがそれ以外のタスクっていうのをにするようにしてます。だから例えば僕だったら、YouTube を作るみたいなことも、仕事以外のタスクで必ず、入れるようにしてます。でそしてですね、こっちの方のバレットジャーナルで書きながら、優先度みたいなものを書いていって、それを、トゥードゥイストの方に、反映をしていきます。で反映をしていく際に、ざっくりねこのタスクって何時間ぐらいかかるのかなみたいなことを、入れていくんですね。
で、そうすると、まあ、大体この4つしかできないなっていうのが、分かったりとかするので、その時点でもう一回 to do list からもし6個だったりしたものを、まあ、2個削ったりとか、そういった調整をしたりします。で、そしてですね、優先度の高いものしかやらないっていう風な、スタンスでやってます。なんで朝決めた優先度1っていう、ものがタスクがあったとしたら、まずそれが終わるまでは 2に手をつけない、3とか4とかに、まあ、手をつけないっていうのが、僕が考えるやり方で、基本的には1が終わらない限りは2に行かないっていう風なのにやると、まあ、必ずね、必ず1は終わりますから、必ず自分の人生に進捗が持てるので、この方式がまあ良かったりはするかなと思います。それ以外にまあ差し込まれたりすることもあるんですけれども、まあそういう時はまあ本当に緊急なものはもう仕方ないかなとは、思うんですが、なんとなくこれ別に今日じゃなくてよくねっていうのは本当にタスクの優先度結構下げたりはします。1が終わるまでは終わらせないみたいな感じで、やったりします。で、例えばですね、結構長期的なものとかあるじゃないですか。例えば1週間かけて資料を作りますみたいなものとか、それをですねさらに分解してトゥードゥーリストにしてたりとかする人もいるんですけれども、なんか僕そこまで細かくやるのがやっぱりちょっと合ってなくて、どちらかというとですね、ざっくり自分の中での進捗を書くような感じに、してたりします。例えばその日終わらなくて、でも 30% から 50% まで、終わったとなったら、タイトルの方にパーセンテージですね、例えば 50% 終わったら50って書いて、それをさらにもう一回またプロジェクトに戻して、まあ次の日ね、もう一回その続きをやるのか別のタスクをやるのかっていうのをまた次の日改めて決めるような感じにしています。で、こういうふうにするとですね、まあ、要は、トゥードゥーリストとかって、その、一日一日ブラッシュアップしていかないと、いつまでも溜まるんですよね。いつまでも溜まって、そこで嫌になっちゃうと思うんで、基本的には次の日には空に、するように、基本的にはしています。はい、というわけで、第3部の方で操作してる画面を、実際、トゥードゥーリストを使ってる画面を、見ながら、ちょっと話していこうかなと思います。はい、というわけで、実際の画面をちょっと見ていこうかなというふうに、思います。これがですね、トゥードゥーリストの、画面になります。まあ普通のね、トゥードゥーリストに結構似てるかなというふうには、思います。はい、今日のタスクのところにですね、商品提供についてのブログを書くっていうのが、あるんですけれども、ちょっと恥ずかしいですね。あるんですけど、こんな感じの、画面になっています。で、トゥードゥーリストなんですけれども、プランが、いくつかあります。はい、これがまあプランになりますね。無料のプランとプレミアムプランっていうのがあって、僕はこのプレミアムプランを使ってます。で、他にまあチーム向け、まあ法人向けにビジネスっていうプランがあったりします。で、プランにまあこういったメインのまあ機能がまああったりするんですけれども、プロジェクトの数がまあちょっと少なかったりとか、今いくつかまあ使えない機能がまあいろいろあるってとこですね。まあ僕が使えなくて大きい機能かなと思ってるのは、このリマインダーって機能とか、あとはコメントのファイルのアップロードみたいな部分とか、あとラベルとフィルターですね。こういったところがやっぱり僕は使えなくてちょっと大きいところかなというふうには思っています。早速じゃあちょっと機能をまあ見ていこうかなというふうに思っているんですけれども、で、トゥードゥイストもですね、まあ、GTD の考え方を取り入れていて、インボックスっていうまあ何でも入るタスクのところがまあ一つあります。で、それ以外に今日っていうところと近日の予定みたいなところで、もし期限をですね、その来週以降みたいなところを入れていたら、ここのところに、近日の予定ということで、来週までのタスクがまあ一覧して、見れたりします。で、あとはですね、例えば水曜日にタスク追加したかったら、ここから、追加できたりとかします。で、次にですね、僕このプロジェクト機能を使って先ほど、話した、このですね4つのカテゴリーを、表示させています。さっきのね、仕事のところを僕アウトプットって名前にしていて、仕事とサイドジョブっていう風に今していて、あとはインプットみたいなところとかで、まあ、写真とか動画とかアニメーションとかで、あとはちょっと読みたいなと思ってたウェブの記事とか、この中にも入っています。で、目標ってところにはですね、ポッドキャストとか、まあ、YouTube とか、そういった内容のタスクが入っています。で、夢ってところにはですね、なんか健康みたいなこととか、まあ、母と旅行とか、まあ、あと欲しいものみたいなこともまあ入れてたりとか、あとそれからですね、僕連絡を取る人っていうところで、なんかこの人にちょっと会いたいなっていう風に思った時とか、あと今度飲みましょうねみたいな風に終わった時には必ずこのリストに加えるようにして、で、その人との今度予定を組むとかっていうことをタスク化してたりとかします。で、あとこの2つはですね、アレクサが勝手にですね、追加してくれちゃったもので、まあこれどういう風にしようかなという風に思ってるんですけど、まあ消してもいないっていうだけですね。で、次にラベルです。ラベルはこういう風な感じですね、まあ、時間みたいな部分をちょこっと、作ってたりします。まあ、ここにトゥードゥーリストに、まあ、これぐらいの時間かかるかなっていうのを、まあ、一応入れているっていう風な、ものをしてたりします。で、あとはですね、本当にラベルとして、まあ、YouTube のネタになりそうなものネタみたいなこととか、
入れてたりとか、しますね。はい、次にフィルターです。フィルターでは主にですね、優先度の部分を、書いていたりします。優先度1から、まあ、6みたいな部分を、出して、今日そのデイリーのねタスクの優先度を、まあ、相当できるように、していたりします。ここまではですね、まあ、左ナビの部分ですね。で、僕このトゥードゥリストのいいなと思ってるのはですね、このアイコンつけられるのがですね結構いいなというふうに思ってて、なんかグラフィカルにね、結構できるのが僕結構気に入ってたりします。じゃあ早速タスク追加しようかなと思うんですけれども、この場合もですね、このプラスボタンから、追加することもできますし、ここでね出てるようにですね Q ボタンを押すとですね、こんな感じで、タスクがの追加の画面が出てきます。で、例えばこれをですね、例えばテストみたいなタスクをこう作ったとして、例えば優先度これを上げたいっていう風になったら、びっくりマークを2回押すとですね、優先度マークが出てくるんですね。優先度マークなので、ここで優先度1とかっていう風にすると優先度が、上げられたりします。で、あとはアットマークを押すとですね、ラベルが、こんな感じで、まあ、出てくるので、例えばこれは1時間ぐらいかかる作業だよみたいなことも、キーボードからできますし、シャープを押すとですね、これが一体何の、プロジェクトに入るのかみたいなことをプロジェクトに紐付けさせることができます。で、例えばこれ副業の仕事だよみたいなこともこんな感じで、行うことができます。で、あとさらにですね、例えばこれを明日までに終わらせなきゃならないって言った時に、明日って打つと、これが明日のスケジュールになるんですよ。で、例えばそれ以外にも8月の10日とかってやると、8月の10日のタスクになるんですよ。こんな感じで今色ここ変わったと思うんですけど、こんな感じで8月の10日のタスクに、できたりします。で、さらにですね、まあ、ここのところに例えばコメントみたいなのを入れて、頑張ってねみたいなこともコメント欄を入れたりとかすることができます。で、これでですね、タスクを追加っていう風にするとこんな感じですね、8月の10日にですね、こんな感じで、タスクが1個追加されてたりとかします。で、さっきのところでこのサイドジョブ見ると、実際こういう風にタスクになっています。で、このタスクをですね、こう押すとですね、ここにさらにサブタスクみたいなものも、付け加えることができるので、ここでですね、なんかまたテストばっかって入れててもあれですけど、こんな感じで例えば買い物リストみたいなのやった時に、まあ牛乳を買うとか、チーズを買うとか、まあ、乳製品ばっかりですねまあこんな感じでですね、例えばこういう風な買い物リストみたいなものも、作ったりとかすることができます。例えばこれを買い物とかにしてですね、はい、こんな感じで、行うことができます。で、リマインダーも追加することができて、いつ、まあ、リマインドしてほしいみたいなことも、こんな感じで行うことができます。はい、そしてですね、プロジェクトを追加したい際には、ここでプロジェクトっていうのを押せば、こんな感じで、プロジェクトが、簡単に作れたりするので、ここで、まあ、プロジェクトを作れたりします。あとですね、トゥードゥイストのすごくいいのがですね、タスクの検索機能が非常に早いです。すごく早く、タスクが見つかるので、まあ、そこもねすごくいい機能です。はい、僕はですね、基本的にはこの今日っていう画面を、見ながら、作業しています。で、左側のとこをここ開けて、で、それで、まあ、バレットジャーナルの方に書いて、で、バレットジャーナルの方に書いたものを、実際やるってものを決めたものをこっちのこの今日の方に移していって、ここを見ながら一日作業をしています。はい、最初の部分のところですね、ウェブとの親和性すごく強いよみたいなお話をさせていただいたんですけれども、例えばですね、こんな Q を押していただいて、例えば URL をですね、こんな感じで追加するとこんな感じでですね、URL を貼ったんですけれども、ページのタイトルをですね、こんな感じで、持ってきてくれるので、何の記事だったのかが分かるってところが、まあ、一つ、いいとこだなというふうに、思ってます。で、それ以外にですね、 IFT っていうサービスと、まあ、連携することができて、いろんなねアプリケーションと、組むことができます。例えばですね、こんな感じですね、天気が雨なら、トゥードゥイストに傘を、忘れずにっていうものをつけてくれたりとか、それ以外にもですね、すごいたくさん、いろんな、タスクとの連携みたいなものが実際あったりとかするので、まあ、こういったね、ところが連携できて自動化できるみたいなところも、まあ、すごく、いいポイントかなというふうに、思ってます。はい、トゥードゥイストの機能としてはこれだけしか、基本的にはないです。なのですが、まあ、一つ一つの機能ですね、さっきのタスクの追加の仕方とか、このプロジェクトとかタスクとかの自由度の高さ、一つ一つの機能が、まあ、非常に、優れているかなというふうには、思います。あとこれもプレミアムプランの機能なんですけれども、こんな感じでですね、
Todoist はですね、プロジェクトのテンプレートを、持っていたりします。さっき言ったような、まあ、GTD の、習字レビューモードみたいなのが、まあ、あってこんなような、テンプレートを提供してくれてたりとか、それ以外にですね面白いものがあるのがこのテンプレートで、 YouTube 動画用の、Todoist のテンプレートが、こんな風にあったりとかします。まあ、ちょっとね、気になるんですけれども、こういうのがあったりします。はい、僕はですねこの YouTube の作る時の、プロジェクトなんですけれども、こういった感じでですね Notion を使って僕は、プロジェクトの管理をしていたりします。やっぱり Notion の方がこういう風ななんか決まったタスクをどうにかするときには、Notion 非常にね、使いやすいかなという風に思っているので、こっちをですね使っていたりします。例えばこれが今日の、内容だったりするんですけど、これをオープンにすると、まあ、こんな感じですね、いつ出すのかとかっていう風なこととかですね、 B ロールどうするとか、ここのね文言どうするみたいなスクリプトみたいなところとかも、まあ、作ってたりとかしてて、こんな感じですね動画を管理していたりします。はい、というわけですね、 Todoist の画面の、紹介でした。はい、というわけですね、実際 Todoist の画面を見ながら、ちょっと見ていた感じでした。いかがだったでしょうか。まあ、少しね参考になることが、あればいいなというふうに思ってるんですけどね、やっぱああいう Todo リストをちょっとお見せするのってちょっと恥ずかしいですね。はい、軽く Notion について触れたんですけれども、Notion のね例えば使い方知りたいよとか、このアプリの使い方ちょっと知りたいなみたいなのが、あったらですねぜひコメント欄に書いていただければ、僕がねこういうふうに使ってるよとか、まあ、話せるなんかね内容があればちょっと動画作らせていただこうかなと思うので、何かあれば、コメント欄に書いてください。はい、最後にですね Todoist って、まあ、有料無料あるんですけれども、まあ、どっちがいいのっていうところなんですが、まず無料でちょっと試してみて、ぜひねよかったら、有料プランに移る方がやっぱりいろんなことできるので、なので、まあ、無料でもなんとなくできるんですけれども、まあ、有料の方が僕は、やっぱり最終的にはおすすめかなというふうには、思います。まあ、よかったらね有料にするっていうような感じで、まずは無料から、始めてみるっていうのがいいかなと思いました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、全然ねガジェットの話じゃないんですけれども、まあ、僕がね、Todo リストどういう風に、使ってるかみたいな、話でした。はい、このチャンネルですねガジェットのレビューを中心に、動画を作っています。今日の内容が面白かったという方はぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながるのでぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画でバイバーイ。